天心向井のチンチンがちっちゃいとかどうですか。それなるかな。なるかな。ならないですか。せやんな。ギリギリ吉本内のマネージャーだけの話やわ。そうですかね。すごいちっちゃいんですよ。逆にね、ホッシャンが大きいとかって話、ね。ホッシャンさんはね、まあ、あの子供の腕ぐらいありますんで。せやんな。すごいんですよ、本当に。え、そういうのって貧血起こるんですって。はい、いつ、ごめん。行き過ぎてな。はい、血が行き過ぎて、はい。いつ見るんですか、そんな。え、大体、その、まあ、男同士で仕事してる人って、どっかで見る機会ありますよ。銭湯とかってこと。銭湯あるし、その、あの、バラエティの着替えとか。ああ、なるほどね。着替えでいちいち罰ゲーム系でね、そういうのは全身濡れることもあるじゃないですか。そうか、そうか、はい。シャワー浴びて、はい。トイレは見るんですか。トイレも見るし。見るんだ。でも女の子同士だと見ないですね。それ女の子同士やったらトイレで見ようと思ったらね、なかなかね、上から覗き込まないですよ。赤ちゃんの時ですよ。なんか銭湯とか行っても見えひんようにしますよ、なんか裸とかね。そうですね。でも結構なんかね、それこそ、あ、この人あれなんですよ。あの、はい、AKB でね、こう皆さんでこういらっしゃっても、はい、ほら、中には女性とかたくさんいると、うん、もうお風呂なんかも一緒に入ったりとか、ね。全然みんな平気ですよね。これダメなん。ありえないです。なんでしょうもない。なんでしょうもないですか。ありえなくないですか。なんで同性なのに支配ですか。それちょっと行くようにしろって。え？でちょっと俺がこそっと名前書いた紙渡すから、そいつのおっぱいの様子見てきて。どういうこと。なんで私がおっぱいの様子見てから。今週こいつって言って。今週のこいつ。見てこないんです。来週あいつって言って。すごい潔癖。スパイできたと思ったのに。残念、このとかかなりそこらへん潔癖なんで。潔癖ですね、嫌ですね。女の子同士見てみ。え、森崎さん、女の子同士でお風呂大丈夫でしょ。いや、私もあんまり好きじゃない。嘘。なんかね、ね、女の子の前で素裸でなんか着替える子もいるじゃないですか。います、中にいるんやけど。考えられない。全然。大島さんとか有名ですもんね。大島さんも全部むしろなんかすりつけてくるぐらいの勢いの、ね。ちょっと大島さんのおっぱいってどんな感じなんですか。言わないですよ。言わない、言わない。流れで言う問題じゃない。流れでパッと言わない。あ、あれね、みたいな。卒業するし、いいんじゃないですか。卒業するからって私が言ったらおかしくない。本人が言いますよ、そしたら。卒業記念として。卒業記念で。おっぱいの話しないですけども、チクショーム、チクショームっていうのがあるぐらいなので、はい、なかなかね、男性は我々結構ね、お風呂普通になんか、いや俺見せたことないけど、いやいやそうだけどね、ほら、うん、例えばツアー中とか行ったりとかした時に、まあ、別に嫌じゃないですよね、お風呂一緒に嫌じゃないけど、うんうん、見ませんよ、そんなに必要以上には。あ、僕は我々あの、西川さんはね、あのゲイですから。そうそうそう。西川は結構すごいことやるらしいやん。一緒にお風呂入って。そう、ツアー中とかで、こうメンバーもほら入れ替わったりする時期もあるじゃないですか。うん、そういう時とかに。なんか頭洗ってる人の上に乗っけたり。そうそうそう。後ろから。そうそう。そんなゲイもあるんですか。はいはいはい。そう、みかんのように。そう、みんな、なんとなくこう分かってるから、あ、新しいスタッフ来たなとか、新しいメンバー増えたなってなると、大体こう様子見てて、チラ見してて、あ、頭で洗い始めた。だからみんなアイコンタクトで、そろそろっつって、みんなで寄ってたかって、股間を吸い付けて、これが誰のだったかっていうのを後で当ててもらうっていう。2番目誰の。バスケ部のバッシュ踏むみたいな。そうそう、そういうやつ、そういうやつ。そういうやつ。あれやってます。毎年、正月特番でもう、全身ボロボロドロドロなる番組あるんですけど、うんうん、それ、最後の締めも撮影終わった後に、うん、全員で旅館一個貸し切って、大浴場に入って洗うっていうのやるんですよ。うんうんうん、その時いつも出川さんに、うん、藤原の藤門がおしっこかけるんですよ。嘘。毎年恒例で。まあ、だいぶ失礼な話なんですけど、大先輩に向かってね。すごいな。おしっこかけて出川さんが、この温度は藤門って言って。全然カメラも何も回ってないところの下りがあるんですけど、俺ちょっとね、もう大笑いするんですけど、毎年。ええんかなって心のどっかで思ってたんですよ。言うても出川さんって俺らがね、そうやな。叶わないようなすごい芸をされる。あんな感じで僕らにすらいじらせるけども。それでも本当は芸人としてはもうものすごい位置にいる人。その人におしっこをかける。カメラも回ってないとこで。面白いけど、いいのかと思ってたら出川さんがその後、うん、でもまあ、フジモンのおしっこがなければ俺も年明けた気しないしなって言うてね。優しい。でかいな、この人でかいなって。でかすぎますね、それは。すごいわ。いや、ほら、結構ね、関西の芸人さんとか俺も接点ね、私はのこともなかなかあるんですけど、はい、東京のね、そういう芸人さんと接点、うん、だから我々この間ほら、ダチョウさんとか、はい、ダチョウさん。ダチョウさんいらしてくださって、番組ほら、一緒にやってるやつ。あ、はいはい、ね、
いろいろおでんとか、うん、あその時高見寝たっけ、うん、いなかった時か、うん、そう間近であのおでんがね、うん、あのおでん熱々の煮えたぎるおでんを含むっていうね、いやすごいなと、めっちゃ普通に笑ったもんな、うん、いやすごいなと思って、うん、普通にって言うとおかしな言葉なんですけど、うん、普通に笑えますよね、面白い、あれほんまに面白いなと思って、いや接点がないからさ、でもすごい考えたらさ、うん、そういう関西の芸人さんとか、うん、東京の芸人さんとか関係なく今こうぐしゃっとなってるやんか、今はもうもうそんなボーダレスになりましたね、僕らが、うん、前はね、僕が若手の時なんか結構すごかったですもん、あの大阪対東京みたいな、ちょっとそういうライブも催されたりとか、楽屋別々で、うわーい、あと NSC 内でもな、そうありましたね、東京の NSC 大阪の、東京大阪はもう養成所からあの芸歴カウントなんですけど、東京の場合そうじゃなかったりとか、だって僕らが若手の時に東京の劇場に出させてもらった時にもう一切笑ってくれへんとか、はー、逆に吉本の劇場に東京の芸人さんがゲストで来てもお客さん笑わへんとか、お客さん同士まで、すごい、ちょっとねそういう空気あったんですよ昔、どの辺からなくなったんやろな、ね、きっかけとかあるんですかそれは。いや結構ね思っってるより最近まであったと思うんですよ。ボキャブラ天国の時はそんな感じでしたもんね。ああ、そう。ミュージシャンでもね、なんかこう、大阪の出身のバンドと、東京の出身のバンドじゃないか、関東のバンドで。なかなかね、昔はね、結構なかなか接点とか、あるようでなかったりとかしてたような気がするけど、そこなんかバーッと曖昧になりましたけどね。なんか先輩後輩みたいなのも、まあ、単純に距離が本当に移動も早なったしね、その頃に比べりゃ、まあそうね、そんなのがいろいろあるんでしょうね、いやーなんか考えたらすごいことやなと思ってさ。